福岡海流っていうバウスミラーメン屋にやってきましたよ。愛の貧乏脱出作戦森山、秀和達人は、あの放送から15年以上経った今も元気に、お店に、立ち続けております。では中に入ってみましょう。これ、はい、森山さん、はい、はじめまして、東京から来ました、はい、愛の貧乏脱出作戦を見てました、三つ本です。ありがとうございます、どうも、はい、あれからね、もう15年以上経ちますけどね、はい、17、18年、ね、経ちますよね、あ、そうですね、はい、どうもありがとうございます。あの神奈川県のお店、あの何ですか、長野屋さんは、長屋、あの長屋さんは潰れてますね、もうね。いや、潰れてるっていうか、もう、障害者だったんで、もうお父さんがもう年配になって、もう一人じゃやれないということで、3年ぐらい前に来ました、挨拶に。もうちょっと、親父が年取ったんでって。で、もう一人の、長野県の、方はもう2、3ヶ月ですぐお父さんがなんか交通事故で事故飲酒運転かなんかやらない、でもやらない。はい、どうぞ、こんばんは、いらっしゃいませ、どうぞ、すいません、お邪魔します、どうぞどうぞ。だから、まあなんか、あ、そのお父さんが、でも、もう2件でもやられてませんね。ああ、どうぞ、こんばんは、どうぞ。やっぱそうなんですか。なかなか難しいね。だからうちと一緒のスープは教えてないんですよ。あ、そうなんですか。はい、もちろんうちの絶対できないです。2、3年でできるわけがないんです。まあまあまあ、そうです。一番簡単なオーソドックスな豚骨の作り方を、はい、あ、そうです、そうです、それと醤油ラーメン、うちのスープっていうのはまず無理です。あ、はい、すごい、どうぞどうぞ、ご覧ください。今三宝食品がこうやってコラボ作ってます。え、三宝食品っていう福岡の一番のメーカーが、はい、うちのコラボ作りました。ああ、そうなんですか。はい、これ全国発売でもう1ヶ月半経ってるからもうないと思うんですけども、これタレントさんとかがツイッターとかインスタ上げて、すごく美味しいです。すごいですね。すごく美味しいです。その瞬間を私たちも見ることができるっていうのは難しいですよね。昨日この女性で、すいません、はい、愛の貧乏でやったメニューはないんですよね。もう愛の貧乏でやったメニューとかはないです。あ、教えたメニューはないですか。教えたメニューってあれは簡単な豚骨を作って教えたんですよ。だからうちのメニューとかじゃなくて豚骨のスープの作り方をちょっと教えたんです。正直ここってこってり派ですか。ど豚骨です。こってり派とかそういう言葉はない。ど豚骨です。もうこってりなんです。じゃあど豚骨です。はい、こってりというと油でこってりもありますよね。うちは豚骨が濃い。ど豚骨です。油が濃いってことですか。豚骨が濃いです。あの見せかけの豚骨じゃないんです。僕は、はい、油っぽいとやっぱラーメンって下っちゃうんで、はい、その油を抜いてほしいんですよ。ねえ、そんなことできないです。油食べてから言ってください。油を抜いてからじゃなくて、そういう食べ方をしてるからです。固く揚げたり食当たりしてるんです。油が当たってるんじゃないです。はい、うちの豚骨はもう濃い豚骨だから食べたことないのに言われるより一回食べてみてください。わかりました。はい、うちはもうど豚骨で、久留米ラーメンで、長浜系のラーメンとはまた別物です。久留米ラーメン。はい、そうです。だから豚骨よりど豚骨、根性よりど根性、そういう意味のど豚骨です。わかりました。はい、今関東の方とか混ぜ物が多いですよね、はい、業務用、はい、魚の粉をすぐ入れる、はい、ね、じゃがいもでんぷんしてとろみをつける、はい、うん、じゃなくてうちはど豚骨です。豚の頭のみです。あ、そうなんですか。はい、そのじゃあど豚骨ラーメン、何ラーメンがあるんですか。ど豚骨ラーメンです。じゃあど豚骨ラーメンはいい。豚骨ラーメンです。じゃあじゃあ豚骨ラーメンで、あとはメニュー、卵が乗るかチャーシューが多いかだけです。もう普通のラーメン食べてみて。じゃあ豚骨ラーメン。はい、ラーメン、はい、どうぞ。はい、所在確認ですね。なんか東京からビデオとか見られてこないかと思って。愛の貧乏でやった時の DVD ってあります。あ、どっか探せばあるんですけどね。流してほしいです。ここには流せないです。あ、流す機会がない。あ、そうかそうか。一時流してたんですよ、なんか前半後半があるでしょ。あります。前半だけがなんか YouTube で流れてるみたいですね。へえ。後半はなんかないから探してるとか。へえ。僕上げれたらいいんですよ。上げてないからね。17年ぐらい前、愛の貧乏で僕教えたんですよ。2周年経って続いて保険料は一生上がらない。毎日役は立たんと言いますよ。はい、しかも掛け捨てじゃないんです。あ、プロレスやってました。詳
そうですか。私はケンちゃんとこういう友達ですよ。佐々木健介でもいいですか。どうですか、どうですか。はい、はい、誰ですか。佐々木健介と僕友達なんで。おお、ケンスケさん、はい。ケンスケとか古いですよ、私は。へえ。ここでも何回も来たことあります。あ、そうなんですか。結婚式ですね。へえ。あ、オリックスのあれじゃないですか、はい、オリックスの大木監督のサインもある。私は大木監督の形見です。へぇー、今日は無動機バイトに行っちゃうの。毎日毎日食う。もうか。え、じゃあその神奈川の方のお店はお父さんが障害者になっちゃったんですか。違います。元から息子さんが障害者だったんです。だけテレビ局が僕に内緒で来たんですよ。ちょっと障害、まあ体はちょっとね、うん、障害者でもちゃんとした、ちょっと腕がちょっと動きにくいとか、うんうん、はい、そういううつ病の方とか、そう二つに来たんです。あ、はいはいはい、でお父さんがわがまま頑固で、だからもうお父さんとやるには簡単な、はい、簡単な豚骨を教えたんです。あ、でももうやっぱり豚骨ってのはきついんですよ。きついですよね。うちの豚骨なんか特にできないです。まずできないです。なるほどね、はい、じゃあ番組で怒ったり怒鳴ったりしましたよね。そうね、もちろんそうですね。言いかけたから相手はやっぱ言いかけにして腕とかなかったですか。腕とかなんか講釈だけです。あ、なんもないです。だからあの番組出るんじゃないですか。あ、まあそうですね、はい。あ、だから出ると思います。あの福岡県の天城市にある小金屋さんっていう和菓子屋さん知ってます。小金屋さん、あとあの山地区にあったハンバーグのミッキーって人。ああ、出ましたね、愛の貧乏、はいはいはい、ハンバーグ、あそこも潰れましたね。あ、そうですか。もうとっくに。あ、そうです。あのタワーのハンバーグみたいな知ってます。小金屋さんは知ってます。小金屋は知ってますね。僕よく知ってますよ。そこ美味しい、美味しい和菓子屋ね。ミノモンタさんがもう許可したそのどら焼きとかあるんですよ。そう、でももうやめられたんでしょ。いやいや、違う違う違う、まあ、ミッキーというのは女性の店主ですね。あ、いや、お男だけど奥さんと二人です。あ、そうですか。はい、だからあのほら、なんだっけ、あの三中中学の PTA 会長。だからあの番組で相当数出られてますけども、一件か二件ですよ、残ってるのは。だからあの番組出るんです。そうですね。だからテレビ業界やりやすいんです。うん、あの大変さ、大変なのはその任せたのは我々です。そうなんですか。はい、あと博多の方はですね、どこどこのラーメン食べたらお腹痛くなるって人が多いんですよ。はい、はい、それはバリカタ針金とかカッコつけて言うからです。それは小麦粉が当たった食パンたちです。そうなんですか。はい、小麦の生を食べてるのと一緒で、ええ、この話をしたら関西、博多の方は笑います。あ、関西の人に話したら分かってくださいます。関西の人は粉文化だから、お好み焼きはちゃんと焼きなさいよって粉のこと分かってるんです。博多の人はカッコつけてバリ、生、針金、カッコつけてする、はい、茹でないと硬くはならないです。粉臭いの硬いと思うだけです。あ、はい、美味しい。あ、美味しいですか。いかないでしょ。トントンです。美味しい。ちょっとごめんなさい。ラーメン。美味しいですか。もし映ったらどういうあれか。いやいやいや。東京の方で、なんかこれ個人的なビデオですか。あ、YouTube です。YouTube で、あ、YouTube だそうです。お名前は。全然。あ、マリコって言います。マリコ。お姉です。はい。僕あれなんですよ。その愛の貧乏を中学の時にもう毎週見てたんですよ。あれオタクなんですよ。で、あの番組人気あってもう終わっちゃったんで、その後どうなってるか気になってる将棋じゃないですか。だからほら YouTube で今ほらこのお店のほら達人とか、あの修行で出たからお店はこんな感じだよっていうのを YouTube でそう伝えてるんですよ。ほら家が遠いと東京の人とか福岡なんて来れないじゃないですか。だから東京の業界、はい、僕は、はい、東京です。まあ僕は達人でも何でもないですけども、僕はただ元気の良さ、挨拶、礼儀礼節だけは教えただけです。、はい、味じゃないです。味を習ってもダメな人はダメなんです。あ、ね、ここです。大きな波紋を広げる気持ちです。確かにアメリカ・フロリダ州の方で17人の犠牲となった。あ、いいですよ。一瞬こういうYouTuber の時の感じ。まあ YouTuber まではまだ行ってないですけどね。
ここは創業どのぐらいなんですか。ここは私小倉で始めたんですけど26年です。あ、小倉からさ、今小倉はあるんですか。はい、小倉はありますけど別の店です。もう経営が違います。弟がやってます。あ、同じ名前は同じ名前です。だから小倉本店ってなってますけど本当は小倉店です。小倉支店なんですね。支店、うん、支店じゃない、もう小倉店、向こうは向こう。ああ、そうかそうか、そうですよね。僕が管理してないからスープが変わるんです。じゃあ管理してるのはここだけですか。そうです。あ、久留米はもうないんでしたっけ。久留米最初からないです。ないです。久留米ラーメンっていう作り方です。あ、そう、あ、はい、だからか、だから俺久留米と間違えた。久留米じゃないです。久留米は大砲ラーメンが愛の貧乏に出たんだ。ございますね。あれが愛の貧乏に出たんですよ。出ましたね。でも佐賀県の方のお店はもう潰れてます。はい、あれはなんであそこのお店が出たかって私が断ったから小月さんに。あ、そうなんすか。なんで断っちゃったんですか。博物館で僕はそういう大した男じゃないからです、教えるとか達人じゃないから。いやいや、2年越しでこちらに見えていただいて、見えていただいたから玉一丁どうぞ。これがね、ラーメン。はい、ラーメンです。トランプ大統領によって一段と深まっています。はい、どうぞ。誕生日を迎えられました。こんなにど豚骨のラーメン食べたことない。ない、作り切らんですよね。うん、作り切らないと思います。すごい、好みではあろうけど作り切らんと思います。だから業務用を使うんです。有名なとこもいっぱい業務用出してるじゃないですか。あ、そうなんですか。はい、でもそれはそれでね、僕が好きなんだけど。58歳の誕生日を迎え、じゃあすいません、いただきます。はい、どうぞ。あ、食べますよ。うん、魚豚骨だ。すごい。食べないですか。乾燥するし。すみません、勝木さんとは面識あるんですか。もうありますよ。勝木さんもよく来るんですか、こちらには。いや、来るとこじゃなくて、もうラーメン業界ではもう全部横須賀でも分かってしまったんで。はい、東京にある博多天神とかどう思います。頑張ってらいいんじゃないですか。頑張ってると思います。いや、頑張ってるとか頑張られたらいいんじゃないですか。私の知ったことじゃないです。博多天神なんかおかしいことですよね。僕はぶっちゃけ騙しみたいな名前ですよね。ぶっちゃけ僕は言ったけど、何なんなのって思いました。だからあれは現在の方がね、勝手に博多天神です。だそれで、ね、九州の豚骨ラーメンだというのを表したいんでしょうけども、頑張ってください。経営者の人はあれ博多…知らないです、全然。あれ全然、はい、もうそういう魂のない方は知り合いではないです。申し訳ないですけど。で、3、4年前に挨拶に来た人は野永屋さん。そうです。野永雄一も辞めましたからね。だからあの愛の貧乏に出られた方は、うん、続いてる方はいないと思いますよ。あれね、184店舗系あの番組で放送したうち今残ってるの38店舗ですよ。その38店舗すごいじゃないですか。すごい。でもなんであのテレビに出てくるかってみんな気づけばいい。みんなね、頑張ってるのそれやらないだけで、テレビに頼っただけで。そう、火山性微動は先月26日から観測されていませんが、気象庁は同じ程度の噴火が再び発生する可能性は否定できないとして警戒を呼びかけています。東京オリンピックのことを考えると人事ではありません。連日ピョンチャンではアスリートたちの熱戦が繰り広げられていますが、この場所ではチケットの不正転売が起きていました。どうしたんですか。あ、一緒に。はい。さて、関東の教授の島根では怪しいのが僕たちの姿がありました。あの本来ならばこの全体的に今硬くなってるんですね、店全部のラーメン屋さん、はいはい、本来ならばうちのラーメンなんか特に僕の個人的なおすすめずんだね、ヤーメンです。ヤーメンにしないとうまみ甘いめ出ないです。確かに、はい、僕もちょっといいですか。どうぞ。すいません。あ、お二人。あ、私ですか。あ、はい、はい、あ、もう一枚ですか。ちょっと待ってね、これを持ちながら。はい、どうぞ。はい、はい、はい、ありがとうございます。すいません。
後でアップするよ。後でアップするから。これ全部ホナの水ですわ。はい、これが26年ものです。それをね、古いスープが大事なんですね。それを過ぎたし、過ぎたし、それを過ぎながらこの釜をやめたり、調味を使ったりするんです。1万5000円から5万5000円購入チケット。すっごくラーメン作り大変なんです。だから僕は子供にはさせません。自分の子供には。まあ、もうずっとしないといけないから。こんな大変なことしてるわけです。利益もある。何十万円でチケットが。でそれだからラーメンの作り方を変えていく人がいるんです。僕は怪奇ランチ、わがままで頑固やからやらせないです。ただそれだけです。もう本当私わがままです。でもこれができないです。だから小倉に今小倉会議ってあるんで、弟がやってるんです。僕がずっと教えてるんですね。一緒のスープじゃないですよ。なんでかってインスタントじゃないから変わるんです。うちっけでも毎日が大変なので一緒になるわけじゃない。全部一緒の店舗のスープっていうのは業務用使ってるからです。そうですよね。はい、このカップラーメンっていうの嬉しいでしょ。何万件のある中うちを選んで三本さんがコラボしてくれた。これ美味しいですよ。あ、食べられました。あー、もう2回だな。カップはカップで美味しいでしょ。三本の味がするでしょ。これ僕のお願いは絶対焼き豚の味と香りを残してください。そうしないとコラボの意味がないんです。でお客さんに「こんな見つけてからね」って「カップ買うよりね、あのこういう店に来た方がいいから」違うんです。カップはカップは三本とコラボなんです。そういう人は買わないですね。そうですか。でその帰りに、うちの娘の友達がこれのスープにご飯入れるんですか。濃いから。はいはいはい、こんばんは。はい、こんばんは。ラーメン、ラーメンいっぱいよー。森山さんは、はい、あの番組を見てた人ですか。あ、見てましたよ。あ、見てたんだ。見てましたよ。面白いですよね、番組ね。面白いし、いい加減な人がおるな。あの番組に出るのはみんな人のせいにする人です。そうまさにそう。もう人のせいにばっかりする人です。まさにそれだ。森井、はいよ。茨城県にあるペンギンっていうハンバーガー知ってます、はい、ペンギンっていう大ハンドした。あのテレビに出たの見てましたけど、そこまで覚えてないですよね。覚えてないですか。マルムラーメン対海流とかやりたいね。コンちゃんと対戦させたら絶対面白くなるな。ラーメン対決でしょ。愛の貧乏ラーメン対決とかさせないな。気になる。人口が他の人口のラーメンのモデルとしてはことにしてすごい。昨日よりラーメン白い主張で彼女の二人が車に跳ねられ、女性の防御を受けた。醤油ラーメンなんか大好きだし、休みの時も醤油ラーメンとか食べたいとかあります。だけどよくね、カップラーメンの美味しさ、あの袋ラーメン、醤油ラーメン、要するにカップラーメンだったらいいんですね。なんでラーメンの大将がカップラーメン、でラーメン食べてたら、なんでラーメン、帰りの大将がラーメン食べてたら、信じていた、ラーメンが好きだからね。で僕その時言うんですよ、お寿司屋さんが寿司食べませんかね。ラーメンはすぐみんなが言うけど、なんでラーメン屋が。でうどん屋さんはうどん食べないんですか。変わったこといいんですよ。お寿司屋さんで食べるでしょって好きでしょ。時間のおよそ2時間後、はいよ、この危険の施設の原口敦容疑者が警察に出頭。研究熱心やで、研究しなくていいんですよ。自分のこのラーメンがあるから。ただ好きなんですよ。もうただラーメンが食べたいだけなんです。また言ってください。今日彼女紹介しても誰やろな。ああ、いい。また今度機会があれば帰りに。そうですね。また気にする。そうですか。行きたいなと思う。そうですか。またやってください。博多行ったらもうバスが東中のバス停が一番いいです。地下鉄だったらちょっとあれから来てんから、41番かなんか東中、本数は少ないんですけど、それだったらすぐそこに行きます。タクシーの運転手もすぐ分かります。海流が分かるかどうか分からんけども、東中2丁目です。はい、皆さんこんばんは。はい、
奥谷さん、奥でもどうぞ、こちらのどうぞ、はい、いらっしゃいませ。じゃあ、ありがとうございました。どうも、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 カップラーメンが出ます。ラーメン、ラーメン、カップラーメンにちょっととんちゃって入れかけて、カイリューの大盛りそばどういう風にっていうのとか、いろいろとんちゃんに分析してもらおう。カイリューの大盛りラーメンいっぱい、これ、マルムラーメン対カイリラーメン、アイの暖房対決ってやろう。はい、わかりました。セット1枚最後の段はこれとかしています。はい、電話せず農家に直接仕入れにいくらとして対応しています。今、三宝さんがですね、一応コラボしていただくことがございます。この面積がおっしゃってます。全国すごいです。一回もしよかった方です。あ、はい、お店に電話していただいたら、はい、お店とラーメン一緒の冷凍して全国に着払いとか、お持ち帰りもできます。これ620円ですか。そうです、1人前麺もついてます。その代わりパソコン通販でやったら別のスープがいきますんで、お電話注文だけです。わかりました。電話注文だったらうちの店がいきます。あと通販は別になりますんで。わかりました。電話注文、はい、それと今こっちのカップラーメンが全国発売されてます。はい、三宝食品の焼き豚ラーメンと海流のコラボです。はい、すごく美味しいです。わかりました。よし、じゃあすいません。はい、どうもです。これ2つください。はい、だとお会計で。ありがとうございます。カップラーメンが出ます。じゃあ勝木さんとは仲いいんですね。仲いいって仲いい、仲いい、そうですね。まあ、結構ラーメン屋同士仲いい人もいますし、すみません、むつみ屋さんって知ってます？愛の貧乏。あそことは仲いいですか？仲いいっていう、その仲がいいっていうのはまた語弊です。知り合い知ってますよ。あ、知ってます。はい、竹六輔さん。はい、知ってますよ。今あの人なんか海外にいるらしいですね。いや、もうそんなことそこまでやったら、その仲がいいとかじゃなくて、それはもう全然わからない。わかんないです。はい、あ、ただ面識があるっていう。そうです、そうです、そうです。はい、ラーメンとカップラーメンが2個ですね。この味噌食べてもらえばすごく美味しかったので、食べてみてください。よかったら。どうですか、どうですか。あ、ちょっと待ってくださいね。ラーメンありましたね。ラーメンが670円、670円と430円ですね。はい、1100円になります。あ、1100円ね。はい、いいですか。はい、はい、はい、900円ですね。この味噌がですね、はい、この味噌が26年前まかないで作った味噌なんです。はい、でご飯をおにぎりにつける味噌なんですね。はい、ちょっとこれつけますけど、はい、お家でしたらきゅうり、かまぼこ、冷ややっこ、豚肉、生野菜、納豆、パン、はい、何でも合います。はい、もうご飯のおかずいらないです。ラーメンには入れないです。はい、入れないね。これ長浜系ラーメンに何でも入れますよね。うん、高菜とか、あれは本来つまみです。あー、ラーメンが薄いから入れるんです。あ、はい、ラーメンは高菜、今当たり前に入れてますけどね、うん、本来は入れるもんじゃないです。これはご飯をおにぎりにつけるんです。あ、ちょっとピリ辛ですけどね。ピリ辛でしたね。はい、ありがとうございました。また言ってください。はい、カップラーメン美味しいですよ。はい、東京で愛の貧乏出てた、はい、マルムラーメンっていう、あの、むつみ屋で習った3人同時ラーメン、あの、こんちゃんって今元気でやってるんですよ。そうですか。その人は、その人はちゃんとすごいやってるんで残ってるんですけど、その人にちょっと1個お土産で。あ、なんかそうね、ラーメンの管理もなんかね、言いかけた人多かったですもんね。みなみちゃんとかね。みなみちゃん、俺ね、この前ね、北海道行ってあったよ。函館行って、まだやってる。そうです。あの子だけやってるの。あの5人、それ以外の4人いたじゃないですか。あの人はみんな辞めちゃってるの。あ、そうですか。みなみちゃんだけやってるんですよ。でも、あいか、ちょっとああいうテレビの周りでもそれで続けられるってすごいじゃないですか。まあね、あのキャラでね、持ってるようなもんですよ。私たちはキャラ売るんじゃなくてラーメン売ってます。そうですよね。
うまいな、やっぱり達人は違う。もうぜひまた食べてみてください。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。大森さん、すいません、はい、今日お土産だけ買いに行ったんだけど全部売り切れました。嘘、全部売り切れた。どうして東京もうすごい数売れた。在庫は、いや在庫がないから売り切れてる。最後便しか入らないです。最後便なんかもう、あとそう送るからです。あのもう全部売り切れないです。もう全部こっちの見本の分も売り切れないです。もうすごいです。もう箱で買っていかれるんです。送るといくらぐらいですか。いやもう2500、1箱2580円、どっちかですかね。1箱じゃなきゃダメなんですか。いや個数でも大丈夫ですか。個数でもいいけども、もう一緒のことです。あの12個入りですから。なでも僕2つ買っていこうと思ってたんですよ今日。もう2つ、ああ2つだったらもう東京の東京の探すかですね。東京のもないかな。さすがに一箱まではなんかあれかな。どなたかあのすぐ喜ばれますよ。ええー、そっか。もう全部売り切れ、もう全部ほら日本の分ないでしょ。ない。もう箱で今日買っていかれてずっと昨日今日すごかった。しか。だからもう全然ないですよ。これ全部買えないです。いやマジでしたか。あ、すいません、わかりました。で、あの西新宿の麺屋ショーっていうラーメン屋知ってます？はい、麺屋ショーっていう西新宿にあるんですよ、東京の。ああ聞いたことありますよね。そこ愛の貧乏スペシャルの方で出たんですよ、2010年に。そこの人も愛の貧乏見てた人で、はい、その森山さんのこの海流さんがあのやった回の、はい、あの愛の貧乏見てたんですって。あれ、あのほらあれですよ、教えた方のどっちかの方が野長屋さんの方かな、夫婦喧嘩がすんごかったらしいじゃないですか。まずほらその野長、あの、まあ、もちろんそのね、森山さんが教えない以前にもうあそこのお店の夫婦喧嘩がすごかったって言ってましたね。そうですか。もうここでもすごかったですもん、あのお父さん。お父さんがね、人のせいにばっかして。そうです。これ、ね、なんか手が痛い、僕がなんか腰が痛いでずっと、うん、すごかったです。あ、もう教えるのも疲れました。いやもうあの1週間で5、6キロをこっちやっぱもね、やっぱ引き受けた以上はね、うん、僕はもう元気と礼儀礼節しか教えきらないけども、やっぱもうすごかったです。でも正直合格はあれはテレビのディレクターから言われました。もう合格したけど、いや、途中で、あのディレクターが、森山さん今優しい気持ちになって合格やろうとしたらちゃんと自分の考えでして、合格ダメですよって言われて、合格やらなかったです、野中さん。ああ、やんなかった。はい、だから、再試験みたいな感じで横浜まで行きました。行ったんですね。その時は合格あげたんですか。合格は合格もね。でも実際どうです、合格。まあ、でも普通のラーメンですから、ね。で、まあ、うち普通の豚骨ラーメンを作るための合格です。うちのラーメンとかじゃなくて、ね、じゃあ森山さんの中であれは合格じゃないんですよね。いや、まあ、ね、あ、息子が頑張ってたから息子としては合格なんでしょうけども、うん、味はあとは好みだし作り方だし。あれで長野県の方の人が飲酒運転で事故ってやめちゃったんですか。なんからしいに噂で聞いたんですけどね。あ、こうすぐもうオープンしてすぐ 1ヶ月ぐらいじゃないですか。あ、飲酒運転で事故って何、怪我しちゃったんですか。怪我したんだ。いや、もうそこまで分からないですもん。あ、そうなんですか。あの野長屋さんの方は、息子の雄一っていうのは、うん、たまに電話くれてたんです。今でも、はい、で3年前に来たんですよね。来きましたね。あ、その息子が、はい、お父さんは今は何されてるか分からないです。分かんないですか。でもお父さんが障害者になってもお店辞めちゃったんですよね。いやいや、障害者じゃないです、もう、ね、もう年齢的に。あ、年齢的に。だから野中屋さんはその、あ、なんですかね、あの本当に豚骨としてはもうシンプルだと、ほんの普通の豚骨の作り方なんですけども、営業時間は、息子が営業して、営業終了後にお父さんがスープを作ってたんですね。でそういうする必要はないんですよ、うん、自分一人でいいっていうね。自分一人じゃなくて別に時間を分けなくていいんですけども、よく考えて今おっしゃったように二人でいたら喧嘩するんですよ。ああ、そういう親子喧嘩ね。そういう流れで別々でされてたんじゃないですかね。あ、まあね、もう僕はそこと詳しくはね、だからそれでね頑張ってやってたんで、うん、でもやっぱりもう体的に体力的に息子もきついということで、うん、やめたんですね、みたいですね。おいくつですか息子さんって今。うん、口ですかね。40は超えてます。いや、超えてないじゃないですか。あ、じゃあ僕と同い年ぐらいか、僕より上ぐらいですね。あ、わかりました。
じゃあまたすいません、福岡うちのスーパーもあの看板すごいですもん。はい、あのうちはの例えば、うん、普通のスープ の、うん、あのあれじゃなくてもここはもううちのあれなんですね、うんうん、いいんですか、ごめんなさい、もうちょっとだけだ、はい、ちょっとあれ構いないですか、うわっ若いしこれがスープしかもこれスコップでやるんですね。そうですねこれはうちの命玉です。うん、あ、本当は豚の頭が見える。すいません、すいません、あの仕事中にこれがうちの命釜です。へぇ、もう特別にごめんなさい、あ、カップラーメンがなかったんでどうぞ。あ、ごめんなさい、はい、どうぞどうぞ。そうだよね。すみません。あれ